こんにちは。今日の講義は書籍 J15 地球の歩き方広島2025 2026地球の歩き方 J です。この書籍は広島を訪れる旅行者や地元の人々に向けた詳細なガイドブックで、広島の魅力を余すところなく伝える内容が詰まっています。特に宮島やお好み焼き、広島カープといった地域の名物や文化についての情報が豊富で、広島に対する深い愛情が感じられる一冊です。さらに絶景スポットや広島発の名産品、ローカルチェーン店の情報も盛り込まれており、広島を知り尽くしたい方には必見の内容となっています。本書の構成は非常に充実しており、様々なテーマに分かれています。まず関東特集では、世界遺産である厳島神社を徹底的に解剖し、訪れる際のポイントを詳しく解説しています。また広島の絶景を楽しむための散策コースや、スポーツ王国としての広島を紹介するセクションもあり、広島東洋カープやサンフレッチェ広島についての情報が満載です。さらに2023年に開催された G7 広島サミットの回顧録も掲載されており、最新の広島の動向を知ることができます。次に交通ガイドでは、広島市内の鉄道や路面電車、フェリー、バス、レンタカーの情報が詳しく説明されています。これにより旅行者は自分に合った移動手段を選ぶことができ、スムーズな旅を楽しむことができるでしょう。またエリアガイドでは、広島市をはじめとする周辺地域の詳細な情報が提供されています。安芸郡エリアや宮島、呉、尾道など、それぞれの地域の特色や観光スポットが詳しく紹介されており、訪れる場所に応じたプランを立てるのに役立ちます。歴史と文化のセクションでは、広島の歴史を年表で振り返り、原爆の影響や平和への誓いについても触れています。広島の伝統的な神楽や祭り、さらには地元キャラクターについても紹介されており、広島の文化的な側面を深く理解することができます。グルメ情報も充実しており、広島名物の牡蠣やお好み焼き、ローカルチェーンの人気メニュー、さらにはレトロな食堂やスイーツの情報も網羅されています。面白自販機の特集もあり、ユニークな食文化を楽しむことができるでしょう。ショップ情報では、広島のお土産や特産品を紹介し、宿泊情報では温泉宿や町屋ステイ、シティホテルなど、さまざまな宿泊施設の選択肢が示されています。旅の準備や技術に関するセクションでは、旅のプランニングや予算、習慣とマナーについてのアドバイスがあり、旅行者が安心して広島を訪れるための情報が提供されています。このように広島の魅力を余すところなく伝える内容が詰まったガイドブックであり、旅行者にとって非常に有用な一冊です。広島を訪れる際にはぜひ手に取ってみてください。この書籍 J15 地球の歩き方広島2025 2026にはさらに多くの魅力的な情報が詰まっています。特に特別インタビューのセクションでは、広島にゆかりのある著名人たちが登場し、彼らの広島に対する思いやエピソードを語っています。例えばローカル人気番組でおなじみのアンガールズやロザン、八嶋智人さんといった方々が広島での経験や思い出をシェアしており、読者は彼らの視点から広島を感じることができます。これにより地域の文化や人々の温かさをより身近に感じることができるでしょう。さらに関東特集には、広島の絶景を歩こうというテーマがあり、広島の美しい風景を楽しむための具体的なルートやスポットが紹介されています。特に自然豊かな場所や歴史的な名所を巡ることで、広島の多様な魅力を体感することができます。また特別名勝である三段橋の歩き方についても詳しく解説されており、訪れる際の注意点やおすすめの観光ポイントが示されています。グルメに関しては、お好み焼きの徹底ガイドが特に注目されます。広島風お好み焼きの作り方や地元で人気の店の情報が豊富に掲載されており、食べ歩きを楽しむための参考になります。また広島発祥の銘菓や製品についても触れられており、地元の人々に愛されている一品を知ることができます。これにより旅行者は単なる観光だけでなく、地元の食文化を深く味わうことができるのです。さらに広島の酒文化にも焦点が当てられています。特に
クラフトビールや地酒のブームが広がっていることが紹介されており、酒都としての広島の魅力を知ることができます。地元の酒蔵やビール工房の情報も掲載されているため、興味のある方はぜひ訪れてみると良いでしょう。また旅の準備と技術に関するセクションでは、旅行を計画する際の具体的なアドバイスが豊富に提供されています。旅の予算の立て方や最適な旅行シーズン、広島特有の習慣やマナーについても触れられており、初めて広島を訪れる方でも安心して旅を楽しむことができる内容になっています。特に名広島弁講座では地元の方言を学ぶことができ、コミュニケーションの楽しさを感じることができるでしょう。このように広島の観光情報だけでなく、地域の文化や人々、食、歴史に至るまで多岐にわたる情報が網羅されています。旅行者にとって広島をより深く理解し楽しむための強力なパートナーとなることでしょう。広島を訪れる際にはこの書籍を手に取り、広島の魅力を存分に味わっていただきたいと思います。この書籍を手に取ることで、読者は広島をより深く理解し楽しむことができるようになります。まずこのガイドブックには観光スポットや食文化、歴史など広島に関する多様な情報が詰まっています。これにより旅行者は自分の興味に合わせて訪れる場所を選ぶことができ、より充実した旅行体験を得ることができます。また特別インタビューや関東特集を通じて地元の人々や文化に触れることができる点も魅力的です。著名人たちの広島に対する思いを知ることで、地域の人々がどのように広島を愛し支えているのかを感じることができ、旅行が単なる観光にとどまらず心に残る体験になるでしょう。広島の自然や歴史的な名所を巡ることで、訪れる人々はその土地の美しさや文化の深さを実感し、心に残る思い出を作ることができます。さらにグルメ情報が豊富に含まれているため、旅行者は地元の味を楽しむことができます。広島風お好み焼きや新鮮な牡蠣、地元の銘菓など広島ならではの料理を堪能することで、食を通じて地域の文化を体験することができます。地元の人々が愛する食べ物を味わうことで、旅行者は広島の魅力をより深く理解し地元の人々とのつながりを感じることができるでしょう。この書籍は旅行の計画を立てる際にも非常に役立ちます。交通ガイドやエリアガイドが充実しているため、初めて広島を訪れる人でもスムーズに移動し観光地を巡ることができます。旅の準備に関する情報も豊富で、予算やシーズンに応じたアドバイスがあるため、旅行者は安心して旅を楽しむことができるでしょう。また広島の歴史や文化に関する情報を知ることで、旅行者は訪れた場所の背景や意味を理解し、より深い感動を得ることができます。特に原爆の歴史や平和への誓いについての知識を持つことで、広島を訪れる意義を感じることができ、心に響く体験となるでしょう。このように J15 地球の歩き方広島2025-2026は、広島を訪れる人々にとって、ただの観光ガイドを超えた存在です。広島の魅力を存分に引き出し、旅行者が心に残る体験をするための手助けをしてくれる一冊となっています。広島を訪れる際には、ぜひこの書籍を参考にして、素晴らしい旅を楽しんでいただきたいと思います。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、心と体の健康は互いに密接に関わっており、どちらか一方が不調であれば全体のバランスが崩れてしまうからです。健康な体は明晰な思考を助け、逆に健全な精神状態は体の健康を促進します。だからこそ、読書や勉強で知識を深めるだけでなく、日々の生活の中で体を動かし、栄養バランスの良い食事を心がけることが重要です。ここで健康管理とダイエットに特化した素晴らしいサービスをご紹介します。それがライザップ結果にコミットプライベートジムです。このジムでは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングが提供されています。個々のニーズに合わせたオーダーメイドのプログラムが組まれ、過去にダイエットやジム通いが続かなかった方でも継続しやすくなっています。トレーナーはトレーニングだけでなく食生活やメンタルのマネジメントも行うため、総合的な健康管理が可能です。ライザップでは
30日間無条件全額返金保証を提供しているので、初めての方でも安心して始められます。トレーニングは1日50分、週に2回の無理のないペースで行われるため、忙しい方でも取り組みやすいのが特徴です。さらに無料カウンセリングも実施しており、トレーニング開始前に自分に合ったプランを見つけることができます。トレーニングは完全個室のプライベートな空間で行われるため、人目を気にせず集中できます。マンツーマントレーニングなので、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人におすすめです。トレーナーが作るあなた専用のプログラムにより、無理な食事制限なしで食べられるダイエットが可能です。健康的に痩せ、理想の体を手に入れられ、リバウンドしにくい体作りが目指せます。30日間無条件全額返金保証があるため、安心してトライできます。テレビ CM 結果にコミットするで話題のパーソナルトレーニングジムとして、自信を持ってご案内させていただきます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。